一子です。今日は2022年7月22日金曜日です。高松は朝から天気です。風がありますので外は暑いですが涼しいです。予報では曇りところにより晴れで、日中は弱い雨があるみたいです。早明浦ダムの貯水量も 60% 以上を維持しています。さて、今年もいろいろ重大事項があります。今日のブログニュースでは、新型コロナウイルス感染の第7波が四国でも本格化し始めた。愛媛県は20日、1964人が新たに感染したと発表。香川県は987人、高知県は704人で3県とも過去最多を更新し、感染拡大に歯止めがかからない。愛媛県の中村時博知事は記者会見で、衝撃的な確認数、感染力が強いとされる BA.5 に急速に置き換わりが進んでいる可能性が高い。医療現場の状況次第で行動制限などの要請を検討せざるを得ないと危機感をあらわにしたと言われています。慢心は危険ですので、自分だけは気をつけてください。さて、動画と読み上げは昨日の続きです。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。帯掛け住宅。出典、フリー百科事典。ウィキペディアより。文化財。母屋、馬門、土蔵。米蔵の4棟が国の重要文化財に指定。土塀、母屋馬門館土塀、屋敷周囲、屋敷絵図が、付けたり指定となっている。母屋。敷地中央に位置する中心的な建物。17世紀前半の建立である。木造平屋建てで、平面規模は、桁行き 26.6 メートル、張間 9.8 メートルである。屋根は寄せ棟造りかやぶき、4面につけられた庇の部分は本瓦葺きとなっている四方蓋造り。18世紀末に一度大規模な改修が行われ、座敷部分が増築されているが、江戸時代初期の当初材もよく残存している。間取りは東寄りを土間、西寄りを六間取りの床上部とする。床上部は土間に近い側を2室の居室。その西側は式台付きの玄関の間と奥の間、西端を2室続きの座敷とする。馬門。屋敷の正門であり、建造は18世紀中期頃。寄せ棟造り、かやぶきの長屋門で、桁行きは 35.4 メートル、針間は 5.9 メートル。東面及び北面につけられた庇の部分は本瓦葺きとなっている。邸宅の南方、馬にあることから命名されたもので、かつて内部は牛、馬小屋や納屋として使用されていた。土蔵。母屋裏手の西側にある蔵であり、建造は18世紀中期頃。土蔵造り2階建てで、桁行きは 9.1 メートル、針間は 4.5 メートル、屋根は切り妻造り本瓦葺きである。米蔵。母屋裏手の北東にある蔵であり、建造は19世紀中期頃。土蔵造り2階建てで、桁行きは 10.1 メートル、針間は 6.1 メートル、屋根は切り妻造り西面、庇付きの本瓦葺きである。築山庭園。邸宅の西側に広がる地線、回遊式庭園で、建物とは別に、帯掛け、築山庭園として県の名勝に指定されている。邸宅が築造された慶長年間から存在するものと伝えられ、現在その面積は約250坪、約830平方メートルにも及ぶ。庭園の作者は不明であるが、その規模や庄屋の屋敷地割りの面影をとどめた豪華さからも、江戸時代初期における讃岐地方の庭園の代表である。公開状況。常時見学可能なのは馬門外観のみで、それより内部は毎月第3日曜にのみ有料開放される。公開時間10時から16時。入場料
大人300円、子供200円。所在地、郵便番号 761-8042、香川県高松市三前町あざ落合331番地。見学者用の駐車場はなく、また周辺に案内看板などは設置されていない。以上で、読み上げは終了いたします。男子、高松市。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。男子は香川県高松市西部にある一地区で、高松市役所男子首長所の管内。男子町、三前町、中妻町の3町からなる。かつては全域が香川郡男子村として存在し、1956年、昭和31年9月30日に高松市に編入された。地理。地区は高松市西部に位置し、江東川と本津川に挟まれた一帯である。人口は2010年時点で7575人、男3678人、女3897人、世帯数は2938世帯であり、2010年までの10年間ではほぼ横ばいか微減状態である。面積は 7.64 平方キロメートルと高松市の地区ではやや広く、基本的に農村地帯を形成しているため人口密度は1平方キロメートルあたり 1018.72 人と高松市の平均 1140.03 人を下回っている。中妻町のうち1から90番地の1階は飛び地になっており、円座地区の中に位置している。そのため小学校の校区も飛び地部分は円座小学校の校区となっている。地区内にある三前町の馬屋の部首は、正式にはマダレではなくガンダレを使って漢字旧アナザースタイルバージョン 10PNG と書き、高松市の公称町名一覧表にもその字体で表記されているが、コンピューターの一般的な文字環境では入力できない場合が多いため、便宜的に常用字体のスレかガンダレを使って馬屋と表記することが多い。また、旧印刷標準字体では同じく異体字のガンダレ、ニスデと書くため、現地の看板や標識などにおいてはこの字体も広く使われており、琴電バスの三前屋バス停の看板や、国道11号三前屋町交差点の地名標識、香川県道178号山崎三前屋線の県道標識はその字体で表記されている。地形。全域が高松平野の一部であるため大きな起伏は存在しないが、地区西部には六目山を中心とした標高200から300メートル級の山が連なっており、高松平野はここで終了する。地区の中心には古川が貫流し、地区の北端を流れる本津川へ合流する。香川県の典型的な平野の特徴であるため池は、西部の六目山山麓に沿うようにして多く存在する。山、六目山、道山、伽藍山、綱井山。川、本津川、古川、江東川。湖沼、小掛池、勝負池、三前池、新池、奥谷池、柳池、竹藪上池、彦路池、籠池、天神池、上池、蓮池、森池、道池、半田池。土地利用。かつて地区内は基本的に他の広がる田園地帯であり、山村上に民家が点在していたが、比較的早い時期から国道11号高松南バイパスや県道176号男子鶴市線産業道路など幹線道路の開通、高松道高松西インターチェンジの共用開始などの交通アクセスの向上が相次いだ。それでも地区の大部分はこれまで市街化調整区域であったため、農地転用による開発が制限されていたが、2004年、平成16年、2県によって、その線引きが撤廃された影響で、それまで農地だった土地が次々と宅地化しており、結果それまで減少傾向だった人口は、高松市中心部のベッドタウンとして2005年、平成17年から増加している。しかし、これら地域は道路や下水道などのインフラ整備が行われていないため、スプロール化やそれに伴う高松市全体の地盤沈下などが懸念されている。
以上で読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。